Alright, welcome back to SAO Flossom. I don't know. We gotta go over here. I'm trying to open up this dungeon here. How we do that? It's kind of beyond me. It's a boss battle. Alright. Let's take these guys on. Another monster up here. Have a team of up to four people. Am I missing something? 全部倒したな。やったね。We did it. 数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったらやばかったかもしれないけど。この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。エールを面白いじゃない。Wasn't too tough. ああ、今回は雑魚敵だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ。純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。さすが、生粋のゲーマーは違うね。しかも。キリト君ってば相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。ああそうだったな。そう、俺は SAO から生還し退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃。お兄ちゃん、ちょっといい？妹のスグハ、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、 SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。まあ、アルブヘイムオンラインだな。通称 ALO。 空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そう。そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人ユーキ・アスナ、彼女とは SAO の中で出会った。 You guys actually got married in SAO. Spoiler alert. 様々な出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、俺たちは深い絆でつながれた。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。だが俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で確かに得たものがある。そう感じていた。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは実は天才科学者だった。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような大衆に向けて用意されたものだった。歌姫セブンは12歳ながら、その天才的な頭脳でさまざまな学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名七色アルシャービン女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだろ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて考察した論文がいくつも掲載されてたぞ。よく知ってるね。
な。俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたいと思ってた。だからこの幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。 SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。うん、そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだよ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど、12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姫の七色に透き通るような歌声が世界を照らし、種族同士の争いを止め、和平の道へと誘うって書かれてる。 ALO ってプレイヤーキルがあり、あ、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないか。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VRMMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。そんなことを考えていた。All right. I think we need this thing over here.These guys teleport, or is that them dying? Not down, you Tuna. Oh, player is here. Yosh, ここのモンスターの討伐は完了した。次に進むぞ。ああ、他のプレイヤーに先を越されるわけにはいかないからな。早く行こう。Well, they're world first players. あいつら、あの様子だと結構上級者みたいだな。ここのフィールドに来ているパーティーだもの。腕に覚えがある奴らだと思う。I don't know, this game came out on Tuesday, and we've only been playing for about 45, 50 minutes. もしかすると…私たちのライバルになるかもね。一体どこのギルドだったんだろう。さて、私たちもクエスト進めようよ。ああ、そうだな。All right. It's quest. We can just level up.We get better at dodging. Like that for a bit. Alright, that's how I use skills. I saw that coming. ここからが勝負。無理はダメだよ。残り体力気をつけてください。I think I've got enough power to use that. We got a little bit of a rumble going on here. We got our dual blades up to 125. What's that?
Alright, we all leveled up. Level 109 already? Alright, how do I use Union? I hit button. Alright, let's head to our quest marker. ここで何かヒントが見つかるといいよね。なあ、片っ端から調べてみるか。I gotta heal. Oh, I'm gonna be using that. 長い間、人が住んでいないみたいで、あちこち傷んでますね。Game's new. Expansion's new. I don't think it's been run down for that long. Programmed to look run down for some time.Thanks for taking care of those monsters. Oh, 鍵があったぞ。これで建物の中に入れるわね。キリト君、早く開けてみてよ。ああ、わかった。Alright. Sasuke, you missed it. でもこれ岩の扉にあった穴より随分小さい。Little misshaped. 半分くらいの大きさだと思う。もしかしてもう半分必要なのかな。ねえねえ、キリト君、向こうに日記が置いてあったよ。でかした。何かヒントが隠されてるかもしれないな。かなり古びてるけど、どうにか読めそうだ。それじゃあ読んでみるわね。代々伝わる石板を割ってしまった。どうしよう。ワイバーンに一枚奪われてしまった。このことは誰にも言えない。一生秘密のまま生きるんだ。秘密を守ったまま生涯を終えることができそうだ。でも本心では誰かに見つけてほしいんだ。これで終わりみたいね。誰かがこの石板を半分に割ってしまったみたい。ワイバーンってモンスターの名前だよね。ああ、そいつのいるところに石板の片割れがあるってことだな。ユイ、どこにいるかわかるか。ワイバーンはここから北にある浮島に生息しています。これで次の目的地が決まったな。うん、次はその浮島に行ってみよう。 Onward.いつの間にシノンと仲良くなったんだ。何気にシノノンって呼んでるし。SAO にシノノンが来てちょっと経ってからだな。そう、その頃の私は結構ふさぎ込んでた。自分の置かれた状況を受け入れられず部屋にこもるしかなかった。そんな時アスナが私の部屋にやってきたの。いきなりシノノンって言い出した。最初は少し鬱陶しかった。でも理不尽な状況を受け止めて戦っているアスナを見てたら、私も SAO の世界で強くなれなきゃって思うようになった。そんなことがあったのか。まあ俺もシノノンって言われる。あんた何言ってんの。絶対嫌よ。残念だったね、キリト君。ここか
が勝負だな。キュート君、大丈夫？残り体力に気をつけてください。 I think your health is okay. It's so tough to read with subtitles and play. Alright, I think now it's generic. Yeah, I think we're gonna end the episode here. We're gonna go find this wyvern next time. Maybe we can catch up to our buddies. We got a co-partner in this adventure. But thank you for watching, and see you next time.